こんにちは、アルです。さあ今日はこちらの色について調べていきましょう。じゃじゃん、鳥さん、ありがとうございます。アルさん、いつも楽しい動画をありがとうございます。ポイント見つけました。フェスの時、広場の当たり目おじいちゃんも曲に乗っていて可愛いです。ぜひ見てみてくださいということなんですが、そうなんです、もう今は亡き当たり目じいちゃん。ね、このヒーローモードをね、ある程度進めるともうおじいちゃんがね、当たり目じいちゃんが出てこなくなっちゃうんで、その姿を見た人って少ないんじゃないかなと思って、ちょっと気になったので調査しようと思います。これあれだよな、アカウント変えよう。ヒュッ、あーそうか、アカウント変えるだけじゃ出てこねえんだ。インターネットつながりゃダメだよね。あー、アカウントナイス、よし、できました。じゃあちょっとおじいちゃんの方振り向いてみましょうか。じゃ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 ん、いたーあ、乗ってる乗ってる、ひゅっおじいちゃんもやっぱり乗るんだねいや、これなかなかね、なかったもんね。これは嬉しい、レアキャラだよねえ、おじいちゃんじいちゃん取っとこうか。こっち向いた。え、これカメラやったっけ、じゃないかオッケー、ちょっとレアなんじゃない、このじいちゃんがこうやって乗っとるところなかなかね、見ることないもんね。オッケー、ちょっと他のキャラも見てみよう。 おばちゃんもね、ほらニッコニコです。でもちろんスルビ連合の3人はほら、あそこでウツオちゃんがこのラベンダーカラーでしょ。で、フーカちゃんはどうだろう、ちょっと赤いのかな。万太郎は変わってねえな、これ仕事しろ。スパイキーだね。おい、くそスパイキーもちょっとニハッとしとるよね。あーで、あ、やっぱりリズムには乗ってんだ。なんか前見たような気がするけど、この足元は見てなかったな。あっちのおばちゃんもニコニコしとんかな。ニッコニコだ。そうだ、さっきの当たり目ってやっぱあのタイミングで消えるんかな。さあ、ヒーローモードになってきました。で、クレーターに、ここにじいちゃんがおる間は多分ね、戻ったらおるよね。あー、出てくるね。なるほど。はい、というわけで4つの夜間ですね、これ全部クリアしましたので、ちょっとオルタナじゃないな、バンカラに帰ってみましょう。はい、帰ってきました。あ、やっぱりおるね。で、タコワサを倒すと、じいちゃん、死んじゃうんだ。で、あ、じいちゃんがね、3個、あー、じいちゃんよし、オッケー、これで戻ってみよう。あー、じいちゃん出てこんくなっちゃった、ぐすんそっか、お空の星になったんだね。オーケー、次のフェスネタ行ってみよう。さあ、続いてはこちらです。じゃじゃーんと、カルピスさん、ありがとうございます。アルさん、アルさん、隠しセリフです。クラゲが営業している服屋さんあるじゃないですか。それをフェス中に購入すると、てんてんてん、採用お願いします。あー、確かにな。今、フェスティー来とるけ、その関係ってことよね。よく来てくれたよね。買ってみようか。どうもありがとう。でも服着替えたらダメよ。今フェス中でしょ。ええー、ほんとだ。着替えちゃダメなんだ。ああいうセリフがあるんだ。まあ服だけよね。オッケー。
そうかそうか、多分2の時もなんかあったけど忘れとったな。個別で調べたことはない気がする。途中でライブかなんかで気づいてね、あったねみたいな感じでね。じゃじゃん、アイリーコさんありがとうございます。アルさんアルさん、フェス終わってたり知ってたりしたらごめんなさい。ロビーの練習する場所あるじゃないですか。フェス中にロビーの上を見てみると天井がガラスで空が見えます。へえ、満月の綺麗な月が見えました。ほうほうほう。ちなみに昨日は本当に夜空は満月でした。今俺のとっからも満月見えるよ。現実世界と連動してるのかぜひ見てみてください。長文で失礼しました。いつも見てます、ありがとうございます。わあでっけでっけな。ここって武器地ドローン出せんのか。でっかいね。はあ、外じゃ見えんのかいね。あるあるある、上にあったわ。じゃあドローンで、うわーダメだ。あのさ、あのこの何これ、光、星じゃない光、これなんか動いてるじゃんこれ。どうなんかね、前のフェスの時この月あった。ちょっとこれ月ね、フェスごとに追ってみよう。なかったような気がするけどな、あったのかな、どうかね。ちょっとまた別のフェスが始まった時に見てみようね。オーケー、ヒーローは誰も傷つけない、行ってみましょう。ダメージを与えても受けても即終了、行ってみるよ。今日はここですね。オルタナの構想を住みこなす、その贅沢、食ワンダーでゴールしましょう。ちなみにこの1の4があったんだけど、違う、1の5か。1の5はモアイ像を塗るところじゃけ敵がおらんのよね。じゃけやっても意味ねえかなと思って6にしました。見てみよう。これは簡単なんじゃないかな。いくら取ってもいいけ、敵にダメージを与えさえせんければ。だってこうやってもうガンガンいけるじゃん。楽勝。ほら、ヒュー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 、やば、これは余裕だね。よし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 、待て、食らった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 、ああちょっと待って、足元ダメージも、おで、いや、いたいたた、ダメだ、焦っていっちゃダメだな。こういう余裕のあるコースでこそ、ちょっとね、慎重に行かないといけないよ。ただもう、敵はあそこまでしか出てこんけん余裕だよな、やっぱり。こうして、シュン、シュン、シュン。OK。そうそうそう。よし。よし。よし。ここは、ここやばいね。え？ここどうしたらいいんだ？待てよ。横から行くか。ふっ！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 やばい！ああ！クール！待てよ、こう横が濡れるけあれで行くとか、あとは塗って、そう、これサブがねえな。ぴょん、やべやべやべ、待てよ、こうしてちょっとちょっと、よし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 、このちょび塗りで、やべやべ、危ない。ふぅ。待てよ。ほっ。よし。ほっ。よし。ほっ。よし。え？後ろ向いとるじゃん、君たち。なんでだ？そっちを向かないでほしいな。やべえって、そっち向きは。え、やばい！うわぁ！ふぅはは、全滅じゃ。小ジャケ使えんのんよね。それがきついな、食ワンダーステージって。こうして塗っておいて。よ。塗っ
ておいて、よしよしよし、でシュッシュッ、こうやってあそこまでは潜入できたよ。あー、やめて。よし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 、これでここを気づかれた瞬間に行く。やめろ、ちょっと待って、やだ、うっし、ズーンズーン、ここでこうか、こうだ、うわダメだ、やばい、どうも、ズーン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 、てて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 、さあここですよね。とりあえず潜入して、よし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 、潜入してこの正面の壁も濡れんのがきついよね。やばい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 、待って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 、なんで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 、どうして、いつ気づいた、いつから気づいてた。あ、そこイカ人がない系か。多少バシャって動いてもすぐ。うわ、やめて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 塗らないでほしい。君たちの攻撃は人を傷つけるよ。潜入して、ちょ、壁物のとこ紫を消して、よし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 、いくよ、こう来て、うい、よし、押し蔵、オッケー、押し蔵を押し切った。いやーし、もうこっからは敵おらんもんね。おらんよね。おったっけ。どうだったっけ。とりあえずもう失敗する要素がないと思うんだけど。シュイーン。どこだっけゴールは。うわ、危ねえ。よし。周りを見て落ち着いていこう。落ちていこう。よし。よし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 。あそこでしょ？だからあそこを、これだ。これひっつきもっつき、いくら稼ぎつつ、だいぶ登ったね。そうだね。一息ついていく？そうしよう。オッケー。お！まだ敵いたのか。待てよ。スナイピーが、よし、危ねえ。スナイピーの後ろに回り、ズーン、どこを見て、うわ、怖い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 、危ない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 、見つかるんですね、見つかるんですね、シュッシュッ、よし、オッケー、ふっ、やったぜ。むずかった。こんにちは、サバールです。じゃじゃん、今日のお便りです。サバールちゃん、フェス中の空に浮かんでるランプがとても綺麗です。見てみてください。ランプ？あ、さっきメインも言ってましたね。あの、これですかね。うわぁ、飛行機。ん？これもすごいですね。この黄色いのは何なんですかね。ランプ。わぁ、ん？サバさん。イカス。やっときましょう。すごいですね。これがフェスなんですね。ちなみに今私は辛いの T シャツを着てますが、これはメインのを借りただけなので私が投票したわけではありません。あそこのカリスマ辛い派って書いてあるとこもメインのやつなので私の実力ではありません。ご了承お願いします。それでは皆様、もうフェスは終わってしまってると思うんですが、
楽しんでください。ませませ。じゃあね、チャンネル登録よろしくお願いします。バイバイ。